ナランチャは町で襲ってきた敵を倒した後、ブチャラティたちのいる隠れ家に戻ってきた。どうやら敵は暗殺の訓練を受けている組織の追手だった。ブチャラティたちはこれからどうするかを仲間たちと相談していた。ブチャラティ、俺はもうこの隠れ家はやばいと思う。すぐここを出るべきだぜ。だがどうやって移動する？娘を連れて移動すればするほど危険は大きくなる。僕はボスからの連絡があるまでここを動くべきではないと思います。賢明なボスならきっと何か逃げる方法を指示してくれるはずです。下っ端のお前の意見なんぞ誰も聞いちゃいねえぞ、ジョルノ。ブチャルティ、ボスから通信が入ったようだぜ。指令送信。ポンペイの遺跡に行け。そこの犬の床絵のところにキーが置いてある。それを見つけろ。そのキーは私のところまで娘を安全に連れてこれる乗り物のキーだ。君たちが取りに行かなくてはならない。命を懸けてキーを手に入れろ。フーゴ、アバッキオ、ジョルノ、3人でポンペイに行き、キーを手に入れてくれ。確か犬の絵はこの先100メートルぐらいのところだ。ん？こんな場所に鏡なんて何か奇妙だ。これはジョルノ、アバッキオ、気をつけろ、後ろに敵がいる。え？いない。誰もどこにもいませんか？いたんだ。確かに。まずい、奴が近づいてきた。攻撃されるぞ。二人とも鏡から離れるんだ。離れろ。なんだと。ジョルノ、アバッキオ、何をしたんだ。どこだ。多分お前らはここに何かを探しに来たということは予想できるんだ。では何を取りに来たのか。お前は教えてもらおうか、フーゴ。もし答えないのならばこの場で死ね。僕のスタンド、パープルヘイズだけは鏡の中に。まさか貴様の能力は。さすが、気づくのが早いな。貴様が許可したものだけを鏡の中に引きずり込む能力なのか。消えたのはアバキオたちじゃない。ここは鏡の中に。引きずり込まれたのは僕の方だ。お前がいるのは鏡の中。その鏡の中が表の世界。ここにマインザミラー。この鏡の世界じゃ、俺の許可なくしては入ることはできない。アップルヘイズのわけのわからねえところを攻撃しやがったぞ。マインザミラー。わけのわからないところだろうか。フーゴをコントロールしてるんじゃないか。あの鏡は意味があって攻撃したんだ。
やはりあの鏡に何かあるんだ。はっはっ、そりゃ、うわっ、は鏡なんだ、すべては。このこと、ジョルノとアバキオに知らせなくては。ここだ、ここだ。この鏡の世界では俺の許可なくしては入ることはできない。